9月8日、初秋、ほのかに秋の初風を感じる季節。助けを求めるその手紙が届いた時には、炭の跡はすでに乾ききっておりました。手紙は、当家当主の一人娘、当ピンからのもので、当霊という藩とが、次々と家のものを手にかけているという内容でした。中秋の夜に3人、8月20日に6人、9月1日には10人と、皆一撃でとどめを刺されたそうです。当霊はもともと当家の二代目の弟子で、武功は同期の中では中の上といったところ。しかしその武功だけではここまでの大騒動を到底引き起こせるはずがないのですが、死の間際に兄弟子が言ったわ。当霊が現れた時、体から8本の腕が生えてきたって。まさかあの金樹なのでしょうか。しかしあれは闇に葬られたはず。トーピンは南城の外れまで逃げたが、当霊の気配を近くに感じ、なすすべなく組織に助けを求めました。どうやら南城に行ってみるしかないようです。南城の外れに着くと、血の海の中で静かに立ち尽くしているトーピンを見つけました。当霊は彼女一人を残し、他の全員を殺したようです。奴の手下からあの二度と思い出したくない気配を感じます。思った通り皆殺気改装を施されていました。
その禁呪の生みの親は5年も前に組織によって打ち滅ぼされたはずですが、この裏に一体どんな秘密が隠されているというのでしょうか。Bien sabrosa. Ay, qué rica chuleta. Ay, ay, ay.
私と恋仲だった頃、東霊は誰よりも努力家だった。一生懸命頑張ればいつか人の上に立てると信じて。特に私に求婚してからは狂ったように武功を鍛え任務をこなし、自分はできると父上に証明しようとした。でも彼はちっとも楽しそうじゃなかった。私はそんな彼が心配で、もっと一緒に楽しい時間を過ごしたかった。人の上に立てるかどうかなどどうでもよかった。でもそう彼を説得した時、その反応はとても恐ろしかった。俺なんか君にふさわしくないって最初から思ってたんだろう。あれから私たちはたびたび喧嘩するようになった。私はただ彼を心配しているのに、彼は自分の羊をバカにされたと思っていた。私たちはどんどんすれ違っていき、ある日とうとう彼は手を挙げてしまい、私はぶたれて気を失った。父上がこのことを知り、激怒して彼を切り刻むと言った。私は命だけは許してと父上に泣きすがって、その後傷だらけの彼は家を追い出されてしまった。なぜだろう、彼はいなくなったのにいつもどこかで彼に睨まれている気がする。彼への恋心はすでになくなり、恐怖しか残っていない。夜になるとまどろみの中で視線を感じて、私は毎晩悪夢にうなされていた。思い過ごしの時もあったけど、何回かは彼がすぐそこにいたって分かってた。彼は何がしたかったのでしょうか。私は何を間違えたのでしょうか。つまりあなたたちは、初めはただ後をつけたり。彼はなぜそんなむごたらしいことを。あれは中秋の夜、落ち込んでいる私を見て、しかしその次の日、三人とも家の中で魔の手にかかった。なぜ東霊がやったと。ある日彼は突然現れて、私に手を出す男は全員だから、あなたと目が合った門下生を16人。まだ私を愛してるって言いたかったのかもしれない。そんなものが愛なら少し恐ろしすぎるのではありません。
あの滞在人東霊がそのように卑屈で哀れな人だったとは。彼は自分の愛に酔いしれているようですが、他人から見ればただの馬鹿げた行い。案の定この歪んだ愛は何者かに利用され、彼は殺気回想の術を施されたのです。5年前、組織は技術の創始者を葬りましたが、その技術を生んだ元凶を拭い去ることはできなかったのです。その元凶こそ殺気回想という呪いに餌をやり続けている醜い人間の本性なのかもしれません。Mm-hmm.